やばいな、これもう貝原雄山に怒られるやん絶対。これは素晴らしいことだかもしれませんね、侍。きゅうりを細切りにしていきます。こんな感じでいいですか。なんかもっとさ、細切りのやつさ、なんかもっと細いイメージがあるんですけど、まあでも大きい方が食感もいいのでこれでいいかな。うん、おいしい。ユッケを細切り、ん違う、馬刺しを細切りにしたいんですけど、こんな感じなんですかね。醤油がちょっと、コチュジャンちょっと、ブリュ、ごま油ちょっと、いりごまちょっと、あーニンニクちょっと、きゅうりのせて、あーきゅうりの量多いなこれ。卵。続きまして、馬刺しの握り寿司を私は作りたいです。ちょっとね、やばいな、これもう貝原雄山に怒られるやん絶対。でもうまいんじゃない？いい感じに切れてるよ。うん、おいしい。酢飯、しょ、ほいほいほい。あ、やば、ステーキ見て、生姜、うまっ。ふぃー、ファイヤー。馬刺しの表面を炙ります。熱っ。あ、燃えてる燃えてる。氷水で締めます。ギュッギュッと。新玉ねぎ、で、大葉もさささっと。いいですね。Let's group a night to do. Na 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 na. 高さを盛るとね、綺麗な感じに見えます。高さを盛るとね。青じそドレッシングをビャッとかけて完成です。最近さ、うどんにハマってて、めんつゆ軽くかけて、ブリン。で、スーパーで買ってきた、おいしい、おいしい天ぷら。見てください。馬肉のたたきと、馬肉のユッケ。お寿司、こちらがですね、天ぷら釜玉。うどんです。素敵。ユッケ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 、いただきます。
うん。これはね、お酒の、これはお酒が私を呼んでいる気がする。聞こえるぞ、聞こえるぞ、私には。最近金麦にハマってるんですよ。いただきます。チン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 。これは素晴らしいことだかもしれませんね。侍。かき揚げが邪魔で、ちょっと食べます。うん、おいしい。うどんっていいよね。美味しい。美味しいわ。一番おいしい。
うまっ。うどんうまっ。今1週間連続でずっとうどん食べてる。なんか急にうどんブームが来た。うどんとビールあんま合わへん。中がね、玉ねぎの辛さがちょっときた。馬刺しの食べ方で一番好きなのはやっぱりごま油と塩とニンニクで食べるのがね一番美味しいよね。うん。首がポキポキなりますね。ここからですね、私一人でしっぽり、ごめんなさいごめんなさい、しっぽりね楽しむので、あなたたちとはここでバイバイです。バイバイです。めっちゃキュッしちゃった。